私が中学生の頃、叔父から聞いた話をします。数十年前とかなり昔の出来事です。私の叔父は当時人口1万人程度の小さな町で地方公務員をしていました。ちなみに私もその町で18歳まで生活していました。町は地形的に言うと北側が山となっていて、南側が平地でした。人口が少なく田舎ですから、町全体に田園風景が広がっております。そしてほとんどの人が居住していない山のふもとには町営の火葬場が設置されていたのです。火葬場というのは目立った巨大な煙突があります。住民たちは巨大な煙突から煙が上がるたびに、また人が死んだと気づいたと言います。田舎町ですから、煙が上がると誰が死んだのか興味を持ちます。娯楽があまりありませんから、田舎の人たちは同じ町民の冠婚葬祭については異様な関心を示していたのです。そこで町役場勤務の地方公務員の自宅、つまり私の叔父のところへ出向いては、昨日は一体誰が死んだんだいと尋ねに来たと言います。昔のことですから、今のようにプライバシーだとか個人情報の保護などという概念は存在しません。地方公務員であっても、自分が知っていることはペラペラと喋ってしまったといいます。このため次第に住民たちは町役場に住民から死亡届と死亡診断書が提出され、火葬場の使用許可が出された時点で、今度は〇〇地区の〇〇さんが死んだらしいよなどと噂し合うようになっていたのです。火葬場周辺の住民情報は特に正確でした。例えば住民から〇〇さんが死んだらしいよと噂を聞くと、実際に数日後には煙突から煙がもくもくと出ているのが見えるため、ああ本当に死んだんだと実感したそうです。噂が事前にない場合は、煙が出てから誰が亡くなったのかを聞きに来るのです。それがある時期から不思議な現象が起きるようになりました。火葬場周辺の住民から亡くなったという話を聞いていないのに、煙突から煙が出ているという話が多く寄せられました。当初住民たちは、火葬場の修理をしているんだろう、新しい機械を導入したから試しに何かを燃やしているんだろうなどと思ったそうです。しかし6ヶ月間で6回も住民が亡くなったという話を聞いていないにもかかわらず、煙突から煙が出ていました。役場に死亡届も出ていません。さすがにこれはおかしいと思ったようでした。さらにおかしな点がありました。火葬場が稼働する時間帯は住民たちも知っています。午前9時から午後6時までです。ところが時間外の早朝や深夜に煙突から煙が出ていたり、休みの日に煙突から煙が出ることもありました。近隣住民たちは不審に思い、叔父にこの火葬場の怪現象を話しました。
叔父もそれはおかしいと思い、まずは火葬場で何が起きているのかを知るため、深夜の時間帯から周辺住民と手分けして火葬場を遠巻きに監視することにしたのだそうです。そしてある日の朝午前5時ごろに火葬場の責任者が出勤してきて、その直後ワゴン車が火葬場に入っていきました。監視していた住民はワゴン車から棺桶が運び出される様子を見ていたそうですが、その人たちの人相が驚くほど怖かったそうです。どうやら裏社会で生きている人間ではないかとのことでした。火葬場の責任者はその人たちに慣れている様子で運び入れを手伝っていたといいます。さらに監視を続けると焼き場が灯って作業が始まったようです。すると数分後、焼き場の方からかすかにキャーという叫び声が聞こえてきたというのです。監視していた住民は驚いて腰を抜かしてしまいましたが、必死になって自宅に逃げ帰ったのでした。それ以来、煙突から不審な煙が出ていても見て見ぬふりをして、誰も火葬場の噂をしなくなりました。知らない方が良いことも世の中にはあるのかもしれません。はい、というわけで今回は以上です。今回は火葬場の話でしたけれども、僕の地元にですね、これ何年前に使われたのかはちょっとわからないんですけども、古い廃火葬場があるらしいんですね。まあらしいっていうぐらいなんで、具体的には場所はわからないんですけれども、この佇まいを見るとこれいつの時代に使ってたものなのかなっていう、めちゃくちゃ古い火葬場です。心霊スポットとかそういった類ではないらしいんですけれども、作りは木造で、とにかく相当古いっていうのは見た目だけでわかるというような火葬場です。ちなみに建物はこんな感じになります。まあ今の時代は森の中に火葬場っていうのはまずないと思うんで、明治時代に使われたものなのか大正時代なのか、まあ、多分その時代のものだとは思います。心霊スポットではないとはいえ、めちゃくちゃ雰囲気はあると思うんですね。場所が分かればぜひ行ってみたいなと思ってるんですけれども、ちなみに、栃木県の那須のどこかにあるらしいです。ただ那須といっても、一般的な観光地の那須なのか、那須っていう地名がついてるところも含まれるのかはちょっとわからない。那須っていう地名も含まれる、ついてるところも含まれるんであれば相当範囲は広いので、もしかしたら僕の地元ではないのかなと。南の方にも那須っていう地名があるところがあるので、正直那須とはあんまり関係ないような場所なんですけども、もしかしたらそっちの方にあるんじゃないかな。もし知っている方がいましたら、コメント欄でもお願いいたします。ちなみに、今日使ってるこの映像はですね、日光の中禅寺湖の映像です。中禅寺湖の、なんて言うんだろう、周辺を歩く林道のようなところがあって、そこから撮ってます。というわけで、そ
そろそろ終わりにします。ご視聴ありがとうございました。